フィギュアスケート界に旋風を巻き起こした紀平梨花がザ・アイス初登場です。グランプリファイナル四大陸選手権で優勝、一気にその名を世界に轟かせました。今シーズンのショートプログラムです。曲はブレックファーストインバグダッド。やはりこういったショーでもトリプルアクセルに挑戦するっていうことが素晴らしいと思います。キラが話していたんですが、この内容はかなり難しくて激しいと、ステップと音が合った動きを見てほしいということなんですが、村上さん、ここまで見ていてどうですか？はい、やはりこの音楽自体がメロディーがしっかりあるわけではないので、それを体で表現しなきゃいけないというのはかなり難しい曲を選曲したなというふうに私も思いますね。そうですか。ただこれを表現できる技術を、能力を本当に紀平選手は持っているので、すごくこれをまた試合で見るっていうのも楽しみですね。先月17歳になった紀平、今シーズンを待ち遠しく思わせる演技でした。